アマゾニス平原は火星で最も滑らかな平原の一つである。タルシス地域とエディジウム平原の間、オリンポス山の西に位置する。中心の座標は北緯24.8度統計196.0度である。平原の地形は著しく滑らかである。名前の由来は古くよりの模様の一つと観測され、初期の天文学者が ギリシア神話に登場する女性だけの部族アマゾーンに、ちなんで命名したことによる。タルシス周辺地域の標高図。アマゾニス平原は、オリンポース山の西の画像左端の領域である。形成されてからわずか約1億年と考えられており、この平原は、火星の地表の観測を妨げる、沈殿物の層が最も少ない場所の一つである。 地球のアイスランドの蘇生と非常に近い。自由に流れる溶岩によって形成され、ウィリアム・ハートマンは、新しいもののように見える、たくさんの溶岩流が走る、明るくゴミの多い火山砂漠と記述した。アマゾニス平原は、その地質蘇生と火星の他の領域に比べて比較的、若いことから、盛んに研究が行われた。ハートマンは、この平原は、 奇妙な雲の巣のような尾根と岩山のネットワークが、滑らかな地面に割れた皿の破片ような模様を描いている点で、アイスランドの地表と極めて似ていると書いている。どちらの陸海の形も、火山の噴火による溶岩流によって形成され、地表を硬化した溶岩の厚い層で覆っている。アマゾニス平原とアイスランドを航空写真で見ると、地表の模様がほぼ相当であり、この二つの地域は、 同じ程度の年代に形成されたと考えられている。皮肉なことに研究者がアマゾニス平原は火星の平原全体を代表するものと勘違いしていたため火星の現代の時代全体がアマゾニアン時代と名付けられた。過去20年の間にこの地域の川各非常に滑らかな表面を持つのは周囲とは明確に異なることが明らかとなった。火星全体が 水面下にあった時でさえも、この地域は際立った特徴を有していた。アマゾニス平原の若さが意味するものについて、完全に理解できているわけではないが、沈殿物の層が欠けている等のこの地域の性質は、少なくとも将来さらに多くの発見があることが示唆され、また NASA の火星探査の着陸地点の候補となる。ありがとうございます。